なでしこジャパン、グループステージベスト11に3名が選出。2023年女子ワールドカップのグループステージは、なんと素晴らしいものになったことだろう。2度の優勝を誇るドイツ、オリンピック金メダリストのカナダ、南米王者のブラジルが全て敗退するという大きな衝撃があった一方で、ジャマイカ、モロッコ、南アフリカがそれぞれの歴史上初めてベスト16に進出するなど、下馬評を覆すストーリーが次々と生まれた。日本がスペインを破ったように、サプライズもあったし、スウェーデンとイングランドが大勝したように、大物たちもウォームアップを始めている。その中心にいるのは、個人個人の素晴らしいパフォーマンスであり、ゴールデンボール賞争いは試合を重ねるごとにヒートアップしている。ノックアウトで起こるであろうドラマに備え、ゴールは女子ワールドカップグループステージのベスト11を次の通り選出した。ゴールキーパー、チアマカナドジー、ナイジェリア。ライトバック、ジャニー・ウィルシャー、ジャマイカ。センターバック、アマンダ・イレステト、スウェーデン。センターバック、ナオミ・ギルマ、アメリカ。レフトバック、遠藤純、日本。セントラルミッドフィルダー、テレサ・ベレイラ、スペイン。セントラルミッドフィルダー、ジル・ルート、オランダ。セントラルミッドフィルダー、ローレン・ジェームス、イングランド。ライトウィング、宮沢ひなた、日本。セカンドトップ、田中美奈、日本。レフトウィング、リンダ・カイセド、コロンビア。なでしこジャパンからは3名が選出され、世界のトップオブトップに名を連ねた。宮沢 MVP 取ってほしい。田中美奈めちゃめちゃいいもんな。もう3人くらい選出されてもおかしくはない。最終的なベスト11には5、6人入るだろうね。まだまだ序の口だね。攻撃的な選手が多いな。遠藤頑張ってほしい。ベスト11全員なでしこで OK。 こちらは世界のフットボール2チャンネルです。あなたの持っているサッカー知識をぜひコメントにぶつけてコメント欄を盛り上げてほしいです。他にも面白い情報を最新で知りたい方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。